ローマ協定における主要な領土調整の対象となったイ領リビア、仏領チャド境界部の青ゾウ地帯ローマ協定とは、1935年1月7日にイタリアとフランスの間で結ばれた二国間協定である。ローマ協定は、膨張するナチスドイツに対抗するべく、対位関係改善を目指していたフランス外相、ピエール・ラヴァルとイタリア首相ベニート・ムッソリーニの間で結ばれた二国間協定である。表向きには、イフツ友好、東欧における現状維持を合意内容としていたが、イフツ間での主題は、アフリカにおける植民地の調整と、ナチスドイツがオーストリアを吸収した際の対応であり、ムッソリーニは、この協定を、エチオピア侵略に対するフランスによる黙認の根拠とした。ベルサイユ条約の締結後、民族自決の原則を根拠に、トリエステやダルマチアが自国領土であるべきとするユーゴスラビアの要求を、ロンドン秘密条約での合意を破棄して、フランスが支持し、さらにアフリカでも、上記条約によったイタリアの要求を受け入れなかったことから、両国の関係は、終戦直後から険悪であった。その後もフランスはチュニジアでの在住イタリア人の法的地位問題で紛争を抱え、海軍軍縮においてもイタリアとの均等配分を拒否していく一方、イタリアもまた一貫してベルサイユ条約の改定、修正を要求する側に立ち、旧敗戦国の主張に追随していくなど、両国間の関係は悪化の一途をたどっていた。しかし、ナチ党による政権掌握は両国の認識を一変させることとなる。ヒトラーの主張するオーストリア併合はイタリアにドイツと国境を接する危険性をもたらしたことからオーストリア併合を阻止するという点で両国の利害が一致、急速に関係改善が進められた。その後1934年に発生したオーストリア首相エンゲルベルト・ドルフースの暗殺とイタリアの国境への動員、ドイツによるオーストリア独立擁護の宣言に至るオーストリア問題を当時両国の協力関係はさらに進展し、34年10月のマルセイユにおけるフッツ外相ルイ・バルトゥとユーゴスラビア国王アレクサンデル暗殺事件による一時的緊張などはあったものの関係が崩れることはなかった。暗殺されたバルトゥの後任としてピエール・ラヴァルが外相に就任すると両国間の関係改善はさらに進められ、当時イタリア外務次官として事実上の外務大臣として動いていたフルビオ・スービッチとイタリア外務官房長アロイジの協力のもと1935年1月、ラヴァルはローマを訪問、協議の末ローマ協定の締結が宣言された。この時ムッソリーニはラヴァルにエチオピアにおけるフリーハンドを要求し、ラヴァルはこれを口頭で承認した。協定によって設定された新たなイ領エリトリア、仏領ソマリランド国境。これにより、仏領ソマリランドの南部海岸線はバブエルマンデブ海峡まで後退した。出典は、大井、2008年、ピアニッシモ、294から296。仏医協力に関する一般的宣言東欧諸国の領土安全の尊重症問題に関する、仏医間の協議アフリカ植民地の調整これにより、フランスはイタリアに対しリビアの砂漠の一部11万4000平方キロメートル、エリトリア・ソマリアの800万平方キロメートルを割譲し、エチオピアに所有していたジブチ・アディス・アベバ間、約54キロメートルのうち30キロメートル分の株から全体の 25% の株をイタリアに売却した。また、仏領チュニジアに住むイタリア人に特権的地位を与えた。ローマ協定にはイタリアに対しエチオピアにおけるフリーハンドを与えるとする秘密条項があったとされ、ムッソリーニは1935年イギリス外相アンソニー・イーデンがローマを訪問した際、協定を根拠にエチオピアへの膨張に対するフランスの承認を主張したが、イーデンはラヴァルの言うフリーハンドは経済的領域に限定してのものであると主張し、ラヴァルもまた回顧録の中で協議において、ムッソリーニに対し、あなたは今後エチオピアで自由な行動ができる。しかし力による行為を完成するために、その自由な行動を乱用してはならないと強調したと主張している。フッツィローマ協定日本第100課全書。また、この協定について、イギリス外務省は、譲渡した土地は、戦略的には、全く無価値で、しかも従来のイタリアの要求より、ずっと後退したものであると評している。石田、P46 大井、P296 一方、E.H. カーは、領大戦艦における国際政治史の中で、この時点ではラヴァルは領域の限定をしていなかったと指摘している。石田、P46。ありがとうございます。